どうも、暗黒暴走です。ですね、私、ですね、先ほどに暴君と一緒に、小屋さんにじゃなくて銭湯に行ってですね、すっきりした僕です。眠たい。時刻は深夜3時です。ですね、先ほど俺、ニュースかな、ニュースで見たんですが、ゆいがさんのですね、ゆいがさんの犯人がとうとう捕まったっていうお話が飛んできまして、男女5人だな。元交際相手と母親って書いてあったけど誰、ちなみに。だからあれですよ、ほら、脅迫とかで一回捕まってるじゃないですか。うん、その彼女たちだったんでしょ。彼女とその父親、母親でしょ。何これ。でも5人もいるとおかしいよね。うん。彼女、一番最後に来た彼女と彼女の母親、父親じゃん。え？これガチなの？もう、これ旦那の父親にしては若いよね、34って。母親は50とかでは妥当だと思う。で、いいな。ちょっとなんか今飛び込んできた。今ちょうどちょっと出て戻ってきてからコメントでわーって流れてたんだけど、これ、去年12月、多摩川でスーツケースから動画配信者活動する男性の遺体、死体遺棄容疑で元交際相手の女とその母親ら30代から50代の男女5人逮捕。これ5人が逮捕されたって結構、5人で殺したってこと？ユイが1人相手にね、5人逮捕じゃない、5人逮捕ね。うん、ニュース見ます。5月26日深夜2時45分ですね、15分前ですけど、去年12月、神奈川県川崎市の多摩川の河川敷でスーツケースの中から46歳の男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の遺体を遺棄したとして、元交際相手の女とその母親ら30代から50代の男女5人を逮捕しました。うん、元交際相手って誰だ。警察によりますと、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは西高舞容疑者32とその母親の美穂容疑者51、西岡正子容疑者30。これ家族ってことでしょ。お兄ちゃん、ね、あ、お兄ちゃんなの。34歳、お兄ちゃんら男女5人で、あ、で家族で、でも父親が書いてないとおかしいですよ。父親が書いてないんです。この事件は去年12月30日に川崎市の多摩川の河川敷で釣り人が見つけたスーツケースの中から動画配信の活動をする原忠之さん当時46歳の遺体が見つかったものです。原さんの遺体は手足が折り曲げられた状態でスーツケースに入れられていて、首には絞められたような跡があったことから、警察は殺人死体遺棄事件として捜査をしていましたが、25日、事件に関わった疑いが強まったとして西高容疑者5人を原さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕したことが分かりました。警察はこの5人が原さんの死体死亡の遺棄についてしている可能性があると見ていますということで、いや、これごめんなさいね、ゆいがさんの交際相手の方が何らかの事情で5人を使って遅く、かなり警察だって、おそらくね、これね、名探偵マナンの予想だと一人じゃなくて、ちょっとナイフ、あ、ごめんね、俺がちょっと離れるわ。俺あっちの部屋行くわ。ちょっとなるべく深夜の、しゃべってもいいか、深夜のちょっとちっちゃめの声でしてもらった方がありがたいかな。皆さん見てくださいよ、もうすでにね、すやすやと死体のように寝ているですね、もう男がいます。ちなみにこれ生きてるんだぜ、ちゃんと。
じゃあちょっと小さい声でね喋りたいと思います。ですね、まあちょっとこれは5人時間かかってましたよね。去年の12月で約半年ぐらいですかね、半年かかって結賀さんをですね殺害した犯人5人、これ家族ですよね。よく見ると家族で、なんか32歳、母親、お母さんとお兄ちゃんら男女5人って書いてある。残りの2人は誰なんだろう。そう、名字がみんな一緒なんですよ。家族がこれ殺したんです。家族が、マジ捕まってるよ。ほら書いてあるもん、逮捕って。先ほど15分前のニュースでなんか飛び込んできた。何されたんだよ。そこなんですよね。この家族は一体結賀に何をされたんだと。これ瓜田さんの予想が当たったの？じゃあ瓜田さんはもうこれ予想してたの？だとしたら俺瓜田さんに謝らなきゃいけなくなるけど。そう、怖いのは一家だんだん、これ名字が一緒なんですよ。年齢が32歳と、その多分38、お兄ちゃんだよねこれ。で、あと2名はちょっと不明ですけど。え、何？結賀が元カノにクレジットカードを作らせまくって、で高額商品を買いまくって、それを売って現金化してたの。え、それリカピーじゃない人？リカピーじゃない人、直近の人、全然関係ない。リカピーと全然関係ない。え、何？俺ごめんな、ナイフの方が詳しいから聞くけど。で、出てきてから、ツイキャスまた復帰したじゃないですか。そこで見つけたリスナーと付き合った。え、その人に何カード作らせまくってたの？そうそう、クレカを作らせまくって働いてる子だから。32とかでしょ、 OL の子だから。え、それリスナーさん、ナイフの言ってること当たってるの？それは数枚作らして、それ間違ってるとナイフが逆に名誉毀損になっちゃうけど。いやいや、間違ってないですよ。間違ってないのね。そのクレ、俺も聞いたけど、クレジオカード作らせまくってたっていうのは聞いてたけど、キャッシングワークじゃなくて、物を買いまくって、それを質屋さんがやって現金化した。え、あ、そうなんだ。キャッシングがそんな増やせませんから。あ、じゃあ当たってるってさ、ナイフの言ってることは。はあ、え、そのだってその人違うって言ってなかった。それでだから、そうだ、だから瓜田さんとか、インド人もそのお父さんと話したんだって、娘さんの。はいはいはい。そしたらそんな風に思えないみたいな話だったんだけど、瓜田さんは最初疑ってたの。はい。でもインド人さんは瓜田さんと最後LINE で繋がって、お父さんは全然やからのような口を使うけど、それは方言なだけで、なんかそういうタイプじゃないみたいなこと言ってたんだけど、お父さんの名前出てないでしょ。はい、お父さんの名前は出てない。だからお父さん本当にやってないんだと思うんですよ。お父さんに隠れてやってたんでしょ。でもさ、お母さんはじゃあどういう役目でしてたの？お母さんの、わかんないですよ。お母さんはなんで関わってるの？ユージンさんとか瓜田さんも お父さんと娘さんの、犯人の娘さんとお父さんとしかやり取りしてないんですよ。お母さんやその娘さん、犯人のお兄ちゃんとはやり取りしてないから。ああ、そっか、だからお父さんの名前出てないんだ。ええ、なるほど。お父さん本当にだから無実だったんじゃないですか。うん、そんな名前上がってないんだ。普通父親だったら上がるし、母親の名前上がってるのに父親の名前。じゃあさ、3人の名前は出てるけど、残りの2名誰なの？じゃあって話にならない？そうそうそう、なんで出ないんだろう。そう、5人逮捕して、5名を逮捕して、5名だからね。なんであとの2名はね、いや俺ね、もうちょっと増える気がする。これ下手したら30代から50代、ちょっと待って、50代、あ、50、いやでも30代の子供の親だったら50代じゃないですか。まあそうだけど、わかんない、もうひょっとしたらお父さんの犯人かもしれないです。いやでも名前そうしたら載ってるじゃん。でも載ってないってことは本当に知らないかもしれないじゃん。でもそしたら50代って誰ですか？いやそれがわかんないよ。全然赤の他人ってこと？それ書いてないんだよね、それが。変な事件だったら5人、ちょっと待って、でもさ、結が1人をやるのに 5名が関与したってでかくない？あと、なんでこんな時間かかったの？そもそも。元交際相手の女とその母親ら。逮捕されたなら、
星誰でも彼でも実名報道される、うん、ちょっと待って、その星に意味はあるかというコメントに関してはなんて答える。これはここになんか、うん、モコアみたいな茶色いあざあったんですよ。ああそうなんだ。それをレーザーで消したら、ま、あの肌の色より真っ白になりすぎて変になったから、うんうん、上から入れずにかぶせて。いやそれは今回の事件とは全く無関係ということでいいよね。この入れ墨、うん、この事件と今回あるんですか。まあそれは確かにそうだ。それは事件に関係ないよ。全く関係ない、全く関係ないですね。でも、まあ、ナイフこの事件に関してかなり詳しいと思う、ちょっとお料理詳しいから。5人が原さん事件について関与してるって書いてある。だって優雅さんの激烈アンチのインド人さんっていう人がニコ生やってんだけど、うん、お父さんとか彼女は絶対犯人じゃないって言ってたんですよ。でも結果として元カノが犯人だったって書かれてる。でもお父さんの名前が出てないとこは怪しい。あ、お疲れ様です。あ、すいません、お元気です。お気持ちすいません、ごめんなさい。妖精さんって、はい、ユーガって知ってますか。え、なんすか。ユーガって配信者知ってますか、ね、あ、知ってますよ。なんか捕まったんですね。あれを殺した犯人が捕まったって捕まったんですね。ちょっと今ちょっと、はい、ちょうどちょっとすいません、声を荒らってしまって。いや、ね、寝てますね。今さっき発表されたら普通になんかもうグースかクースかとすやすやと寝てます。はい、しかももう我先に寝てます。まあ、ね、深夜3時なのでしょうがないです。そっか、ついにゆいがさんを浮かばれる時が来ましたよね。これまででもまさか元カノが犯人とは思わなかった。もう浮かばれるから、よく考えたら、うん、そのクレジットカード作らされまくって、うん、金使われまくったんだから、うん、その恨みで殺すっていうのがよく考えたら当たり前の気がするし。あ、ね、ちなみにいくらぐらい作らされたの。300万前後じゃない。300万一時間クレジットカードは6枚ぐらい使われ、6枚か7枚作らされて、使われたのは2、3、はい、どうぞ。2、300万ぐらいですよ。え、そんなに作らせたんですか。350とか言ってた。え、なんでその子は逃げなかったの。なんでその子は逃げなかったりさ、警察に相談しなかったんですか。300万使わされたのは分かったけど、で300万以上っていうことは以上はっきりとは分かんないですよ。厳密な額は。そう、俺そのこと知り合いじゃないから。でも瓜田さんの YouTube チャンネルの、うん、その彼女は声明文に声をボイスメッセージに残してるんです。え、何を。ゆうがさんの彼女がボイスメッセージ残してるの。ウリタさんのチャンネルなんか、なんで私は何なんかどうのこうのですみたいな。私は関係ないという。まあ、まあ、ウリタさんのチャンネルにその早く何犯人捕まってほしいって。そう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 です、ね、え、でもそれが実は自分が犯人だったってこと。そう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 いうことです。そんな逆転劇あるの、ドラマみたいな。でも、うん、度胸十分じゃないですか、それ。まあ、ね、ゆうがにクレジットカード作れって言われて、うん、ユウは勝手に買い物して、うん、買い物をしたかったわけじゃないんですよ。それを、うん、ブランド物とかを買ってそれを質屋とかに売ってそれ 金が欲しかっただけだから。ちょっと待って、そうするとさ、ウリタさんの言ってること当たってた気がするんだよね。だってウリタさんはお金に関連すること、あと女に関連すること、その2つを読んでて、それしたらウリタさんの予想が当たったってことですか。優雅さんの激烈アンチの、うんうん、専門で4年ぐらいやってるインド人さんはその何、うん、彼女の名前はなんか通称何ミユちゃんとかなんか、ね、そんな感じだと思うんですけど、うん、その何お父さんは絶対犯人じゃないし、うん、どの子なんて言ったんだけど。でもさ、今回3名名前出たけど残りの2名がまだ出てないということはさ、お父さん犯人の可能性もありますよね。でもそれじゃあお父さんの名前出るじゃん、最初に一番最初に出ない。そうしたらなんで出ないのか不思議なんだよね。でもこの時点でお父さんって決めつけるのは早いから、うん、でもお母さんが手伝ってんだから。お母さんってのは何なのこれ。お母さんが手伝ってんだから、うん、お父さんが知らないはずないよね普通ね、うん、ここにお兄ちゃんまで手伝ってんだから。これお兄ちゃん、そう、34歳のお父、これ彼女で、これお母さん、これお兄ちゃんでしょ、うん、この後ろ向きなのが彼女でしょ。あ、彼女。これはお母さん。え、なんかさ、だから彼女の顔は後ろ向き。まあ後ろ向きだけど、主犯がでもその彼女ってこと。でもさ、主犯は分かんないですよ。あ、え、
どうでもよく考えたらどうやって詰めたのスーツケースに折りたたんで綺麗に。あんなでかい音だ。まず生きた状態の時からスーツケースに入る芸やってましたよ。いや、そうやってて。だから入るでしょ。だって56キロとかでしょ。自分でどうやって入るの？手足を？ん？兄貴がゴロリ？そんなひどいことよくかけるな。ゴロリさん。ゴロリさんがやってたね。これ。でも確かにゴロリに似てない、似てるといえば似てるけど若い頃の。まあ、でもゴロリが犯人。34歳じゃないですよ。違うよね。首には締められたような跡があった。やっぱ首絞め。そうそう、もともと発表されてましたよ。締められたような。首絞めて殺してから詰めたんでしょ。いや、そうするとね、死後硬直だから、ね、あ、多分すぐ詰めなきゃ硬くなっちゃうから、ね。だって5人がかりでだったらすぐ詰められるじゃないですか。5人がかりで。え、その残りの2名っていうのは実行犯かな。何なんだろうね。でも実行犯でも何でも、なんで2名、あ、残りの2名は名前公表されないんだろう。うん、それはね、死体遺棄の疑いで。でもあくまでまだ死体遺棄って書いてあるから殺害とは書いてないんだよ。死体を遺棄したっていう疑いで逮捕されたのがその元カノさんとそのお母さんとお兄ちゃん。殺してないはずないじゃないですか。え？息してる。いや、わからない。例えばね、外国人特殊部隊に10万円でさ、ゆいがさんを締めてもらって、あ、それが2名ってことなの、これ。うん、そうそうそう、うん、あ、それはあり得るんだけど、な、3、400万使われてるの、うん、これもしかしたらだけど、これ俺の予想ね。ここ近日中にウリタさんが動画出す可能性が出てる今。あらあら、うん、十分考えられる、それは。ウリタさんがね、ほら俺の予想が当たっただろみたいな。おはようございまーす。おはようございまーす。おはようございまーす。新人生主、森の妖精と申します。よろしくお願いします。皆さん、ボーカルの方が座ったら勝ちますよ。おはよう。いや、もう俺も寝る。この放送は、この同じ価値観を持った人たちが同じ時間を共有する、そんな放送です。もしあの僕と価値観同じだな、うん、今さん、もうちょっと寝ます。僕と同じ価値観だな、はい、じゃあちょっと明日、こいつの価値観最高とか、11時から、マジックアップルで、あ、12時からですね。10分もしないで合わせたね。マジックアップルで、やりたいと思います。遊んでください。半年も余裕なくて、やっと水がって。話、ああ、まあまあまあ、こう5分10分で飽きちゃったんで、じゃあ一旦終わります。僕ね、今歌枠1位なんですよ。さよなら。1位アニメガ